合ってない感じありましたからね。はい、外いいところに決まりました。すごいですね。キレは衰えてないって感じですね。東京ドームでホームランも1本打っています。そうですね、はい、いいところですね。これはちょっとバッターの頭の中になかったかもしれませんね。まあ、どうしてやったりって感じですね。はい、はい、まあ、それはかなわなかった。石井一成さん打席連続三振。これで乗り元はそういうことですね。はい、三振は9つ目ですかね。どんな活躍するのかもちょっと描いてしまうぐらいの剛腕ですね。はい、カーブ、スライダー、カット、胸元、もう一伸びあるストレートなんですよね。はい、ですからこれがこの真ん中からアウトローボールになっていく非常にブレーキの効いたスライダーですよね。そうですね、まあ、今日は本当にこの変化球で多く三振が取れると。有原海畑で5連続三振です。そしてここまで奪った三振は6つ目。普通であれば取りましたね。ないです。ないね。バッターこういうボールになると嫌だ。いや、そうですね。一瞬まあこうちょっとピュッとしてしまう。これはストライクです。そしてまあ黒木さん、はい、どんなボールのところがいくときに、いや悪くないですよ。全体的にストライクゾーンが低いですね。ある程度早くカウントで打ってきたというのもありますが、楽天打線、まあ、初球からよく振ってきますよ ね。 そうですね。多少大振りなフェイクも今ありますけれども、はい、これ振られるというのはバッテリーにプレッシャーもかかると思いますし、低めではなかったんですが完全にこの楽天に外れました。はい、マウジです、はい、今の島内選手見ていると、はい、ワンボール2ストライク、フォークボールで空振りの三振を奪っています。バットに当てることはできませんでした。今日千賀の2つ目の三振です。スライダー、まあ、カットに近いようなね、石川を空振りの三振にしてもらいます。7試合目ということになりました。1番石川、2番太田、連続三振です。